クマもしかも結構自分たちの身近なところまで降りてきてるっていうのはもうここ何年かずっとそうなんで、怖いですよね素直に、うん、不安な思いを打ち明けるのは内江町の大辻聡さんです。先週高速道路のすぐそばでクマ2頭を目撃しました。町と猟友会で何かしらやっぱ話し合いしてもらって何か対策を練ってもらえればなとは思います。連日熊の目撃が報じられる道内、市街地周辺で目撃されるケースも多く警戒感は高まる一方です。熊の駆除に大きな力を発揮するのが地元の猟友会。しかし内江町は猟友会に駆除を依頼できません。猟友会との話し合いが決裂したからです。この日役場を訪れた地元猟友会の山岸達人さんは思わず語気を強めます。俺たちはナッパの下請けじゃないんだよ、まあ、最低賃金にも引っかからねえぞ。その訳は1日8500円という町が示した熊対応の報酬にありました。命の危険と隣り合わせの熊の駆除、本来は趣味のハンターの集まり、民間組織の猟友会を軽視していると山岸さんは怒りをあらわにします。米軍の特殊部隊みたいなもんですよ。どっから来るかわからない、音もしないで忍び寄ってくるバイトみたいな、誰やります？危険な作業。一方で町側にも言い分が。三本英二町長は隣の自治体の報酬額を参考にしたと話し、問題点を指摘します。国にしても道にしてもいわゆる標準的なものってのは何らないで、各自治体がそれぞれの状況の中で設定していて、どこが標準なのかっていうのを苦慮しているのは実態です。今月10日、札幌市内で開かれた北海道猟友会の総会に臨む山岸さん。総会では報酬額について道内のハンターから意見が噴出しました。内江部会の声はその通り、燃料代も考えると赤字もいいところだ。熊の出動手当などについて内江部会が単独で声を上げたが、北海道猟友会で全道的な調査をしてほしい。民間のハンターの負担を当たり前としている現状が内江町をきっかけに浮き彫りになりました。ハンターの皆さんが、疑問に思っていることが実際に言葉になって出てきた。でもみんな協力したいと思う気持ちでやってる。でそこに実際が乗っかってるのは変な話じゃないっていう。まさに報酬問題ってのはそういうことだと思う。自治体と猟友会が衝突するケースは内江町に限ったことではありません。午後11時40分過ぎです。あちらの住宅の前、見えますでしょうか。熊が、今右に向かって動いています。2018年夏、島牧村の住宅街には毎日のようにクマが現れ、緊張に包まれました。鳴らしても逃げるすでねよ。連日の出動で積み重なった猟友会への報酬は1000万円を超えました。村議会は高額すぎるとして上限を設ける条例を可決。これに反発した猟友会はおよそ2年にわたり村への協力をやめたのです。村民の安全のためだから出てくださいと、いくらかかっても構わないで出てくださいって言われて出たら、あの感じだから何言ってんのかな。村民からの苦情も相次いだため上限を撤廃。毎年話し合いで報酬額を決めることなどで猟友会は協力を再開しました。今年度は8時間の出動で2万6900円が支払われます。情報共有を図ったり、ちょっと分かんないことあれば、知識もあるので
ご相談させて、まあ、それを参考に対応を検討させていただいたり、顔を見せて話はするようにはしてる。役場が勝手にこの企業でやれや、一方的にこう押し付けてるように感じる。うちらはそういうことないよ。島脇村は話をして、お互いに1年に1回必ず話して、お互いに納得するような、ちゃんと毎回議論して話するっていうのがやっぱり一番必要だと思うけどね。村の 90% 以上が山林という上川のシムカップです。村役場に勤める浦田剛さんは野生鳥獣専門員。毎月村の広報誌に熊に関する記事を載せています。熊の様子、鹿の様子を見ている私たちの感覚がより伝わるように、まあ、生き生きと伝えていきたいというふうに、心がけています。村の巡回は欠かせない仕事。浦田さんはハンターの資格を持ち、必要であれば熊の駆除も担う、いわゆるガバメントハンターです。シムカップ村は公務員が主導して熊の対応に当たっています。今さっき、シムカップの市街地で熊一頭目撃したという110番通報がありました。シムカップ村では先週熊出没の訓練が開かれました。猟友会や警察などが参加する中、野生鳥獣専門員の浦田さんも模擬銃を手に現場に駆けつけます。道の駅の裏手に熊が現れた想定の訓練。発砲が難しい場所と判断し、まずは追い払いをするべく、浦田さんが無線機を手にハンターを指揮します。土手まで約20メートルのところまで前進しました。前進継続でよろしいですか。その位置から、当番の放課後処理方向へ予防します。ハンターが連携を取りながら熊を取り囲みます。熊は住宅が少ない山の方へ移動しました。訓練の最終段階は熊の駆除です。この中にいるという可能性に対してのアクションを取って、はい、ゆっくり熊の向きを見つつ、動いた時には車線に入ったらすかさずという判断をしています。かなり今近接戦闘が予想されるところです。基本的には2人1組で、バックアップを取りながら、声かけながらやりたいと思います。先陣を切って熊がいる茂みへと向かうのも浦田さんです。そしてクマが死んだことを慎重に確認して、本番さながらの訓練は終了しました。最終的に判断する、その特に発砲にかかることを判断してくれる人がいる状況で動くっていうのは、指示を出される側としては非常にやりやすかったなというふうに思いました。浦田さんは自治体の職員がリーダーシップを発揮することが地域がまとまる近道だと考えています。野生鳥獣専門員を置いて仕事をさせてもらってるっていうのは、ある意味では地域社会の住民の一つの決意でもありますし、地域を動かしていく、そういうトリガーになれたらなというふうに思ってます。熊の目撃が相次ぐ道内、危険な任務を民間に大きく頼る体制は曲がり角に来ています。自治体とハンターが適切な関係を構築し、共に熊と向き合う時が来ています。